編集巻きたい学生の青です。いつもいいねとグッドボタンありがとうございます。今回は動画編集初心者におすすめのソフト5選ということでやっていきたいと思います。まず5選に入る前に選び方を説明します。選び方の軸は4つあって、1、OS との相性、2、目的に合った機能、3、金額、4、シェアです。OS との相性は、まあ大きく分けて2つあって、MacOS か Windows かっていう話です。ソフトによっては、どっちもの OS で使えるソフトがあったり、片方の OS でしか使えないソフトがあったりするので、注意しなければいけません。次に目的に合った機能なんですが、ここに関しては、まあ趣味として動画編集をしたいのか、お金稼ぎとして動画編集をしたいのかによって、選ぶべき動画編集ソフトは大きく変わってきます。次に金額で、まあ、有料か無料かみたいなところですね。まあ、ここに関しては、僕はまあ、有料の方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけれども、まあ、この動画を見て皆さん自分でね、判断していただけたらいいなというふうに思います。次にシェアなんですけれども、シェアでどういうふうに判断すべきかというと、シェアが大きければ大きいほど、市場に動画編集者へのニーズがあるのかどうかとか、分からないことが生じた時に、ネットで調べ物が簡単にできるかどうかとか、そういったところに影響してきます。では、動画編集初心者におすすめのソフト5選ということで、一つずつ発表していきたいと思います。一つ目が AV ユーティルです。AV ユーティルのメリットは、無料であること、ソフトの動作が軽いこと、ネットの情報が多いことです。このソフトは昔のニコニコ動画や YouTube ですごく流行っていたので、結構ネットに情報がいろいろ転がっているんですね。ただデメリットとして、Windows にしか対応していないこと、拡張プラグインを入れないと限定ファイルしか読み込めないなど、不便極まりないこと、正直時代が古くて UI がすごく使いづらいことです。AV ユーティルがおすすめの人は、ひとまず動画編集に触れてみたい人、プラス PC そのものにある程度強い人です。結構 UI がわかりづらいのでね、PC そのものに強くないとなかなか厳しいんじゃないかというふうに思います。ただ無料なんでね、お金のない人はまあ AV ユーティリから始めてみるというのもいいんじゃないでしょうか。二つ目のソフトはフィモーラです。フィモーラのメリットはサブスクリプションで1年6980円のプランと買い切りで8980円のプランがあることです。そのため用途によってお金を使い分けることもできるし、どちらにせよ安いですよね。ただ永久プランの場合アップデートが続かないのでそこは注意してください。他にもメリットは初心者にもわかりやすい UI とテンプレートがおしゃれなことです。ただデメリットとしてフィモーラ動画編集者への需要はあまりありません。また結構機能が限定的で単純な動画しか作れません。フィモーラがおすすめの人はお金稼ぎではなく自分の作りたい動画を簡単にサクッて作りたい人です。3つ目におすすめのソフトはファイナルカットプロです。ファイナルカットプロのメリットはある程度市場に動画編集者への需要があること、 Mac ユーザーには慣れた UI、 Apple らしいスマートさと直感的な操作、買い切りで 36,800 円でアップデートが永遠に続くこと、テンプレートが豊富でスマートなことです。一方デメリットとして MacOS 限定のソフトなので Windows ユーザーには使えないっていうところ、保存形式が特殊で初期設定のままだと5分ぐらいの動画でも 60GB ぐらい容量を取ってしまうところです。おすすめの人は Mac ユーザーで初期投資するお金が4万円以上ある人、稼ぎはお小遣い程度でもいい人、自分の動画もサクッて作りたい人です。4つ目におすすめのソフトは Beyond です。 Beyond のメリットとして学習コストが低いこと、 2,3 日あればある程度使えるようになるっていう風に言われています。アニメーションハックスがあること、学びやすい環境とお仕事案内所が揃っています。テンプレートが豊富で簡単にある程度質の高い動画が作れてしまうところ、昨今企業からのニーズがグググって伸びてきているところ、そして単価が高いところです。一方デメリットとして値段が高いところ、これは1年ライセンスで16万5000円ほどかかってしまいます。買い切りじゃなくて毎年です。結構高いですよね。あとマニュアルが整備されていません。ここに関してはアニメーションハックスがあるし、まあそもそも簡単なので、まあそんなに問題はないかなっていうふうに思います。1本納品するだけで1万2000円ほど取られてしまいます。単純にその分単価が落ちますし、そもそもその事務作業がちょっとめんどくさいですよね。ビヨンドがおすすめの人はある程度自己資本がある人、ビヨンドのライセンス代と必要ならアニメーションハックス代がかかります。そして 2B の営業ノウハウを持っている人、企業相手の営業ノウハウを持っている人は動画編集市場の中で希少なので無双できる可能性が高いです。最後におすすめなのが Adobe Premiere Pro です。まあ、メリットとして機能が豊富なこと、汎用性が高いこと、市場での案件数が一番多いこと、 OS を比較的選ばないこと、ムービーハックスがあって勉強しやすかったり、そもそも市場でシェアが高いのでネットにもたくさん情報が転がっているところです。ただメリットとして初心者には慣れるまで多少時間がかかります。また金額が月額制なので長期間使おうと思うと結構値が張ってきます。おすすめの人は動画編集を仕事にしたい、動画編集で副業をしたいっていう稼ぐことにコミットしたい人は Adobe Premium Pro が第一選択です。てなわけで今まで5つ説明してきたんですけれども、これらをランキング付けして発表したいと思います。第1位が Adobe Premiumプロ、第2位がビヨンド、第3位がファイナルカットプロ、第4位がフィモーラ、第5位が AV ユーティリです。まあ、僕はね、基本的に動画編集で稼ぐっていうことにコミットしているので、稼ぐっていう観点でいくとこの順位かなっていう風になっていきました。てなわけで動画編集初心者におすすめのソフト5選、いかがだったでしょうか。ためになったなって思ったらチャンネル登録ボタンといいねボタン、コメントをよろしくお願いいたします。ソフトを決めた後、じゃあ実際どうやって勉強したら効率いいんだよとか、じゃあどうやって案件を取ればいいんだよっていったところは、LINE アットの方で発信しているので、よかったら概要欄から LINE アット登録してみてください。今回は以上です。ではまた。有益すぎてオープンになったら動画編集者界隈がレッド王者になってしまうような情報、ノートの先行安売りや編集者の募集の情報、ノートの活用法、コンサルの募集や裏話、医大生でありながら動画編集を行う効率化の方法、こういった内容を LINE アットでお伝えしていくので、よかったら概要欄の方から LINE アットを追加してみてください。たまにプレゼント企画もやってます。ではまた。